英語大久保チャンネルです。今日はさ、はい、なんか愛ちゃんの質問コーナーをやると、はい、いう事前に愛ちゃんにそのどういう質問をするのか送ったら、そのメールの LINE の内容は見せてもらってないけど、お父さん、愛さん、すごいっす、60個ぐらい質問ありました。真面目だなあの子はって。愛ちゃんが参加してくれてから初めて、はい、愛ちゃんズコーナー、はい、そうですね、せんつながら愛、はい、ちゃんの質問コーナーということで、ここからも回しからなんから愛ちゃんやってください。よろしいですか。いいです、いいです、はい、では、いきます。あよじゃん。もしもデーブさんが女性だったら、どの選手と付き合いたいか、結婚したいかということでお伺いしたいです。この付き合うと結婚は違うのか、それとも一緒のかみたいなところちょっと迷ったんですけど、あ、まあ、付き合うならこの選手、いやでも結婚するんだったらこの選手かなみたいなところで、デーブさんとのこう交流のある方々だったりとか、チームメイトの方だったりとか、今ちょっと自分の頭を整理すると、はい、YouTube だから言えるけど、はい、結婚っていうものはさ、はい、夜の営みも入ってくるじゃない。そうですね。そうすると、そこに頭がいっちゃうと誰もダメだよね、例えば。え、あの人が迫ってくるのみたいなさ。想像力豊かに。いや、だから、その変な質問するからさ。あれ、ま、ってだ、ちょっと待って、その整理の時間がちょっと待って、いるのって待って、そうじゃなくて、その家庭向きかなみたいな。いいお父さんになれそうかなみたいなところから入っていただけたらいいかなと。結婚、まあ、付き合うなら、まずだよ、はい、この YouTube って便利だね。そのテレビじゃこんなこと企画にもなんねえだろ。そのあのさ、野球選手をよく紹介してもらえないかっていうことは聞かれる、はあ、言われる、はい、男性の知り合いの女の子が好きなんだけど、うん、野球選手なら誰でもいいって言ってるとか。基本的に俺が答えることは、野球選手やめた方がいいよっていう。やめた方がいいと、うん、それはなんでですか。やっぱりね、うん、みんなモテる。やっぱりそうなんですね。ありがたいことに野球を好きな女性の方もいっぱいいるじゃない。例えば女優さん、松下由紀さんとか、はい、うんちしなさんのそうなわけ。そうですね、かりんとうぐらい。かりんとう、そうです。あとコンペイトーとかね。うん、まあそんなイメージじゃない。はい、ところが一緒に付き合って暮らしだしたとしたら、うん、トイレの後に入ったらものすごい匂いが臭かったら、うん、あれってくっさってっていうのも例えば感じてくるわけで、はい、あと気づらさなきゃ分かんなかったみたいなのが出てくるじゃない、うん、はい、だけどだからそれはまあ置いといても、野球選手は基本旅ガラスなわけ。まず家にいない。うーん、2月はもうもちろんいない、はい、ただ最近はキャンプに奥さんとか恋人を呼んでも、うん、おとがめがなかったけど、俺らの頃なんかもう大事件になるわけ。あいつ女房呼びやがったって。もう単純な人が多い、野球界って。でその野球好きな女の子たちもそういうイメージで、野球選手ってかっこいいとかっていう、うん、まあイケメンの人たちもいっぱいいるじゃない、はい、吉野部なんかめちゃめちゃじゃん、あいつ天は何物与えたって。まずかっこいい、はい、眉毛は揃えてる。お前いらない、眉毛ぐちゃぐちゃでもいいの、お前なんかって言っても。慶応大学、はい、ホームランを300本打っちゃうみたいな。お金持ち大丈夫かこの人みたいな。っていうぐらいじゃない、はい、でもしかしたら吉野部の部は世界一臭いかもわかんない。もしかしたらね、もしかしたら。でめちゃくちゃ俺らの時にはいいやつだし、はい、実は知り合い のテレビ局 その制作の人から連絡来て、ロケ行ったらば吉野部さんがそこの店主さんと写真を撮ってたと、はい、その映像、その写真を使うには本人の許可がいるんだと。でデーブさん、もしよかったら連絡取ってもらえませんかって吉田も電話したら出なかったんだけど、すぐ折り返してくれて、巨人軍の監督までやったやつがさ、俺接点ないから、ユニフォームは同じ時期に着てないから、あ、はい、すぐ折り返してくれて、どうしたんですか、うん、いやだから今の話をしたら、いやどうぞ全然使ってくださいっていう、うん、こいつってなんていいやつだろう、素敵ですね、偉そうに言うわけじゃない、あデーブさんそんなんでよかったら、どうぞどうぞって、うん、で俺はテレビ局の人にも顔も立つ、悪いとこないわけよ。でもしかしたら家庭帰ったらめちゃめちゃ悪いやつかもしれないじゃん。まあそうですね、今までの出てない顔が出ちゃうかもしれない。ファンの人と結婚しない方がいいって言われてるのはそういうとこなわけ。うーん、俺たちのいいとこしか見てないから、
グラウンドに来てる子たちと結婚するとその子たちを幻滅させようと言われた、先輩に言われたこともあるし、そのファンの人とは結婚すんなって、できれば野球知らない人がいいって、家帰ってまで野球の話されちゃって疲れちゃうだろうみたいなアドバイスもくれる人もいたんだけど、まあそういう中で俺が恋人として、おかしいだその言い方、恋人としてって恋人として選ぶのは誰恋人としてなら、はい、まあ、結婚から言っていい？あ、はい、お願いします。やっぱなべちゃんとか、おお、仲いい人になるよそりゃ。はい、池田千佳さんとか、うん、千佳さん、千佳さんなんか、池田千佳さんの奥、俺が奥さんになったら焼酎と氷と炭酸置いとけば、はい、黙って飲んでるからそうなんですよ、三種の神器みたいな感じです。そうやっぱりその恋人としてっていうのはやっぱ自分のタイプの顔もあるじゃない、はい、でみんな恋人から始まるんだけど、結婚するかどうかってなるんだけど、やっぱり俺はウサギだと思ってくれってタイプだからどういうことですか？ウサギは一人にしたら死ぬと言われてんの、一匹にしたら、はいはい、一匹っていうのか一発っていうのか分かんないけど、かまってほしい人。あ、寂しがり屋ですか？半端じゃないよ。あ、半端じゃないよ。そうなんですね、うん、でも確かにいろんな方々に、方々に囲まれてるイメージはあります。まあ、無理やり囲ってる話もあるけどね飯食い行くぞとかゴルフ行くぞとか、いつも誰かと一緒にね。だその編成っていうのをやって一人で動くようになってから一人でご飯も食べれるようになったの。それまでも必ずマネージャーとかいなきゃ飯を食いに行かなかったの。デーブさんですか？デーブ、デーブさんだよみたいな。だからそれで、その結婚、まずはそのタイプは今いる、例えば脇山さんにしてもみんな本当にいい人だから、恋人でもいいんだけど、結婚となった場合は構ってくれそうな人、豆な方ですかね。うん、いやみんな構ってくれたな。うん、それデーブさんの人柄じゃないですか。そうだと思う、うん、いいじゃねそうですよね。まあまあまあ、だから、うん、基本は野球選手と一緒になるとモテるから浮気の心配をまずしなきゃいけない。ああ、まずはありますよね。愛ちゃんもね、もし結婚するなら付き合うなら、はい、あ、モテるんだから。そうですよね、野球好きな人は寄ってきちゃうんだから。でもみんな知らないのは、野球選手は 7,8 年で終わるってこと知ってないわけ。あ、その先ですね。その先はもう惨めな生活も、それは一回いい生活しちゃったらっていうことも踏まえて、そうだ、俺はもう野球選手は進めないっていう結論でいいぐらいまあいないというか、まあ付き合いたい人は、それはもう本当今仲がいい、この携帯電話に入ってる選手たち、後輩にしても。じゃあ仲がいい、いや、結婚したくないやつもいっぱいいるよ。それは嫌いな先輩もいっぱいいるもんちなみに他に何か質問あったの、はい、自分がじゃ あ、うん、一番先に書いて 2,3 番目ぐらいじゃ一番聞きたくて、あ、10番目ぐらい、これもあったっていう話だけど。あ、そうですね、うん、なんかもっと深い話もあったんですけどね深い話あったのあとは、ま、今そのちょっと真面目な話なんですけど、うん、ま、コロナで仕事がなくなったりとか、うん、っていう方いっぱいいらっしゃるじゃないですか、うん、で、まあ、モチベーションも下がってるみたいな方も結構いらっしゃると思うんですよね、うん、でもなんかそのモチベーションの上げ方ってなんかどうしたらいいのかなと思って、こう野球選手ってこうもう一試合でもうこう波があるじゃないですか、うん、それをこう自分を上げていくにはどうしたらいいのかなって。まず自分に勝つってことだよ。そうなって、俺はうちもそうじゃない、会社だってもう借金コンクリートだよだけど、はい、ああもうダメかなって思うのにいかに勝つか、いやいや俺絶対負けねえぞって、うん、まずそっからだと思う、うん、絶対負けない、なんとかしてやるって。そのなんとかしてやるっていうにはこう志だったりとか、なんか目標とか、まずそこもいらない、なんとか負けない、だそういう志を何しようかにしようっていうのも自分に負けてんの、自分に負けてた、自分を騙すのが一番簡単だから、今日は疲れてるから寝ちゃおうとか、毎日散歩やってた人がさ、うんうん、疲れちゃってやめようとかっていう、うん、じゃなくて、よし今日も精一杯来てやる、朝目が覚めた時に今日何するかっていうのを自分の中でこう決める、俺は精一杯生きるっていう、精一杯挑戦してやるっていうことを決めて、朝起きた時に考えてスタートしていくわけ。それが決失敗でももうしょうがない、どうでも、うん、だそういう風にしていくのがいいなっていう、だそういう話を今度またさ、はい、聞いてくださいよ。あ、もうぜひ聞きたいです、はい、もうデーブさんいろんな経験されてるので、デーブさんのことは皆さんにもよくいっぱい知っていただきたいので、ありがとうございます。ぜひこのチャンネルも引き続き見ていただけたら嬉しいですね。そうです、はい、ではこのチャンネル面白いと思った方はいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。